皆さんこんにちは、ミキです。今回は水辺編ということで、街中の川や公園の池など身近な場所で一年中見られる野鳥10種類をご紹介します。特に探すための4つのポイント。見た目、一部の種にはなりますが鳴き声、そしてどんな場所でどんな行動をするのかを解説します。それではご覧ください。どうぞ。まずはカワセミです。水辺の宝石とも呼ばれるように、水色とオレンジ色の美しい小鳥です。また長くて大きなくちばしも特徴的で、オスは真っ黒なのに対してメスは下くちばしが赤く、まるで口紅を塗っているかのような見た目ですね。全長くちばしの先から尾の先までの長さは17センチと、スズメよりも少し大きいです。低山から平地、海辺の河川や池に生息しています。カワセミというと清流にいるイメージがあるかもしれませんが、実は街中や公園の水辺でも見ることができます。ピーピーと鳴きながら水面近くを一直線に飛んでいきます。声が途絶えたあたりを探してみると見つかるかもしれません。また水面に張り出た枝や岩の上、橋の下などに止まって魚やエビなんかを狙っていることもありますね。続いて白赤鈴です。その名の通り顔が白色です。また赤鈴特有の長い尾羽のシルエットも特徴ですね。全長は長い尾羽を入れても21センチで、パッと見の印象としてはスズメよりも少し大きいくらいです。海岸や河川、農耕地に生息しています。また道路やコンビニの駐車場など街中でもよく見かけますね。警戒心があまり強くなくて、近づいてもすぐには飛ばずにトコトコと歩いて逃げることが多いです。また尾羽を上下にフリフリするこの動きもとても可愛らしいですね。続いてセグロセキレイです。その名の通り背中が黒色なのが特徴です。また先ほどの白赤鈴ともよく似ているんですが、見分ける際は顔にご注目ください。両種とも目から上は白色なんですが、目から下の頬の部分は白赤鈴が白色、セグロセキレイが黒色になっています。大きさは白赤鈴と同じです。平地から山地の河川や農耕地に生息しています。白赤鈴と比べると内陸部や石がゴツゴツした河原、水辺で見る機会が多いです。春先や秋頃、電線や建物の上に止まってさえずっている姿をよく見ます。また白赤鈴よりも警戒心が強くて、少し近づくと飛び去ってしまうこともありますね。続いてイソシギです。最も身近なシギの一種で、頭から背中、翼にかけてが緑がかった褐色で、お腹の白色が上に切り込んでいるのが特徴です。大きさは赤鈴と同じくらいです。その名の通り磯、海辺だけでなく河川や田んぼにも生息しています。浅い水辺を歩き回りながら虫などの獲物を探していることも多いです。またお尻を上下にフリフリするこの動きもとても可愛らしいですね。
続いてアオサギです。背中から翼にかけて灰色で、目の上には紺色が入ります。また全長が93センチと日本最大のサギの仲間です。幅広い環境に生息しているんですが、身近な場所でいうと田んぼやため池、街中の河川などで見られますね。動きがとてもゆっくりとしていて、水辺でじーっと獲物を狙っていることが多いです。またこんな風に翼を広げて立候浴をしていたり、体をブルブルと震わせたりと、なかなか面白い動きをしますね。続いて小サギです。白色のサギは主に3種類いるんですが、コサギは全長61センチと最も小柄なのが名前の由来です。また他のシラサギは足が黒色なのに対して、コサギは黄色いのが特徴です。水辺に幅広く生息しているんですが、特に田んぼや河川、海辺で見られることが多いです。獲物の取り方が独特で、他のサギ類がじーっと待つ派なのに対して、コサギは動き回って獲物を探します。このように足を小刻みに震わせて水中をガサガサすることで獲物をおびき出します。続いてカワウです。全体的に体は黒色で、口元は黄色、目は綺麗な緑色です。全長は81センチと、アオサギよりは一回り小さいですね。内湾や池、河川などに生息しています。水中に潜って魚を探したり、水辺ではこのように翼を広げて、パタパタと羽を乾かしていたりする姿をよく見ますね。続いてカルガモです。全体的に茶色っぽい体で、くちばしの先だけ黄色いのが特徴です。また日の光が当たると、翼のこの部分、翼鏡が鏡のように青く光ります。全長は 60.5 センチです。街中の河川や池、農耕地など身近な場所に生息しています。カモの仲間の多くが越冬のために日本にやってくる冬鳥であるのに対して、カルガモは一年中見ることのできる流鳥です。春から夏は単独や数羽でいることが多いです。初夏、田植え後の水を張った田んぼにやってきて、虫などの餌を探していることもありますね。冬になると水辺に集まってきて、数十羽の群れになることが多いです。またこのように逆立ちしてお尻だけ出しながら餌を探す様子はとても可愛らしいですね。続いてオオバンです。カモの仲間だと間違えられがちなんですが、実はツルモク、クイナ科に属しています。黒色の体に白いくちばし、赤い目と、なかなかシックな見た目をしていますね。大きさはカルガモより一回り小さいです。平地から山地の河川や池に生息しています。水中に潜って虫を捕ったり、水草を食べたりする様子もよく見られますね。最後はカイツブリです。全長26センチとカルガモの半分ほどの大きさなので、よくカモの子供と間違えられがちなんですが、大人でこのサイズでカモの仲間ではありません。繁殖期の夏羽は全体的に黒っぽい色合いで、頬から首元にかけてが赤茶色、目はクリーム色で、
尾羽がふわふわしているのも特徴です。平地から山地の河川、池、内湾にも生息しています。カイツブリも水中に潜って魚を探します。また繁殖期には水上に浮き巣を作って子育てをして、巣立つと可愛いヒナたちが泳ぐ姿も見られるかもしれませんね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。水辺の鳥は大きくてゆったりとした種が多いので、初めての方でもじっくりと観察できるのが魅力です。今回ご紹介したのは季節問わずに見つけやすい種ばかりですので、ぜひ水辺気にしながら歩いてみてください。またよろしければ他にも解説動画を作っていますので、ご覧いただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。